なんと無様な姿だ。ザマス、一体何があったと。私たちはとんでもない思い違いをしていたようだ。人間はただの虫けらではない。油断。仕方がない。遊びは終わりだ。無知ゆえに神を冒涜し続ける人間。木は熟したということか。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。我が姿は崇めよ、讃え、感じるぞ我が身一つに。さらに奴の心地よい。フランクス、ブル、小賢しいサイヤ人。よく聞け、我はこの身で世界を照らす太陽なり。そしてこの輝きが正義と知れ、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがる。調子に乗るなよザマス。貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めるサイヤ人ども、我が神の偉大なる力を見せてくれよ。さあ、大地を貫き、すべてを笑い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これこそが正義。終わりだ。孫悟空、ザマス、おめえの光全部消してやる。愚かなりサイヤ人、消えるのは貴様たち人間の光だ。こちらだ、こちらだ。神の手で殺されるなど光栄なことだな。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の形。終わりだ。断罪してやる。その命をもって償え。聖なる激凛、これが神の怒りだ。また無事だ。合体するしかねえぞ。見せてやるよ。何者だ。俺はベジータとカカロットの合体。